はいおはようございいますす皆さん、えー、競輪が世界一大好きチャンネルです <laughs> いや今日はねちょっとねあの衝撃的なあのちょっとね訃報が入ったんで、まあ、急遽ね動画を撮らせていただいてるんですけど今日は競輪選手の野原雅也さんがあの死去されたってことで話題になってるんですけど今日はねこの悲しみを皆様にあの共有するために急遽動画を撮ってます。はい まあ早速ねあの、ちょっとニュースを読ませていただきます。はい、競輪選手の野原、えー、正也さん死去福井支部所属の103期、昨年すべての G1 出場、12月、伊藤で2度目の G3、えー、優勝、<laughs> この人ですね。 はいえー、競輪選手の、えー、野原雅也さんが、えー、3月30日に死去した29歳、えー、1日日本競輪選手会福井支部が発表した通夜は2日18時、国、えー、別式は3月10日からいずれも福井県堺市のソートフルアル春江で、主は妻で元選手の、えー、美咲さん、えー、野原さんは福井支部所属の103期、13年7月、えー、福井でデビュー。 14年3月ルーキーチャンピオン優勝、えー、同年4月 SQA 特別賞、昇、え、級、ー、16年3月大宮で SQ 初優勝、えー、20年12月広島で G3 初優勝、21年 G1、官、え、人、ー、新,新王妃、ヤヒコで、えー、決勝進出5着、 えー、昨年は全ての GI に出場し12月伊藤で2度目の GI 優勝を飾った今年3月9日名古屋初,初日の落車失格は最後のレースとなった通算成績は658日189勝通算優勝は22回父は元選手の哲也氏はいまあねこのねあの野原雅也さんの死去についてなんですけどあの野原雅也さんの死去について思ったことは こん、ねまあ、でかっていうと僕全くね競輪とかねあの知らないんですよはいあのまあ23回見たことはあるかもしれないんですけど、まあ、正直真剣に見たことなくてはいまああのなんだろうなあと競輪って何だろうなあの掛け事じゃないですかお金をかけるじゃないですか競輪ってはいだからある意味じゃギャンブルなんですよねだから競輪って僕好きじゃないんですよ まあだから知らないんですね。はいちなみにまあ野原雅也さんの死去について悲しいか悲しくないかって言われると、まあ、正直悲しくはないですね。な、ま、ぜ、あ、でかっていうと競輪ってギャンブルなんですよね。だから賭博と一緒なんですよ。はいだからあんまり好きじゃないからまあ別に正直ねあのー、悲しいか悲しくないかって言われると悲しくはないですね。はい まあ一応ね、あのー、亡くなられたしかも29歳と若いんで一応ねご冥福をお祈りします。はい